こちらは南小国町で午前9時ごろに撮影されたあられが降る様子です。阿蘇市では昼過ぎまで雪が舞いました。気象台によりますと、低気圧が発達しながら日本海を東に進んだ影響で、上空には強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になりました。風の影響でしょうか、駐輪場では自転車が倒れています。各地の最大瞬間風速は宇城市で 19.6 メートル、阿蘇市で 18.9 メートルなどを観測し、朝霧町では 18.4 メートルと3月の観測史上最大となりました。なんかめちゃめちゃ風が強くて髪がボッサボサですけど。春物の服でいらっしゃいますけど、寒くないですか？チョイスミスです。はい、もっとね、冬物の着てくればよかったなと思ってます。今日は特に寒いですね。花火っていうのかね。県内のフェリー各社は朝から昼過ぎ頃まで欠航していましたが、午後3時頃からは運航を再開しています。明日は朝から雲が残るところがあるものの、おおむね晴れの一日になるということです。